えー、若尾さん、ま、えー、また結果報告ありがとうございます、はい、この結果報告は毎日続きそうですね、頑張りましょう。<laughs> ということで、今回は、えーえー、今日は、えー、4つかけて3勝1敗でしたと、まあ、いろいろここ書いていただいているんですけど、まああのー、1ヶ月全勝すれば1万円。 1> 1, 円円日で約3万円ですただ一回負けると損失が大きいのでそう簡単にはいかないようです鷲津先生のアドバイスが欲しいですと、まあ、これは鷲津さんにも聞いておきますけど結論ですねあの推奨した3,900円っていうのはあのこれ僕が勝手に決めました僕があの今検証動画してて「あサンキ3級ベッドいいっすね」みたいな <laughs> っていうノリでやったんで3,900円の金額っていうのは あのドリアカというか僕が単独で決めました。ま鷲、あ、津さんにも何も言わずに、あの検証動画からのノリで一旦3900円にしました。で、なんでそのドリアカに関してはなんだその低くこうやってるのかって言うとまあ、なん結構言ってると思いますけど、ドリアカはそのブックメーカーの塾じゃないので、僕1万でも2万でもいいんですよ。なんか3万絶対稼がないと次に行けないっていうことではないんですよ。多分言ってると思うんですけど。 目安として3万頑張りましょうみたいなぐらいなんで別に2万とかでも1万でも何でもいいんですよ。僕としては僕鷲津先生のアドバイスも一応ちょっと聞いてみますけど僕からのドリアカーを運営してる塾長の僕からのアドバイスとしてはもうすぐ情報発信しろっていうアドバイスです。だから今の,その,僕,の僕にこう報告していただけるのも嬉しいんですけどもちろんあの嬉しいんですけど 自分のメディアを作ってそこでそこで報告すればいいんですよそこで報告でそっちの方が集客できる可能性もあるわけじゃないですか僕の方に報告していただくと集客できる可能性は結構なかなか皆無ですよね自分の YouTube の媒体だったりとか自分のブログに今やってる「え今日はこんな感じでした」「はなんかちょっと微妙でした」みたいな文章書いたりとかまあ動画で喋るのか分かんないですけど なんかそういう媒体を作ってもう今,今からも情報発信した方がいいんじゃないかなと思います。ていうかそのブックメーカーに関しては僕,僕もブックメーカーは情報発信する理由としてはブックメーカーの商品を売るために今あの検証動画を作ってるわけですよ。この鷲津さんがそのブックメーカーの塾をやってるんですね。で鷲津さんから相談もらって吉谷さんと。 僕あの最近あの吉谷さん見習って塾を運営始めましたとでこれ一緒に何かジョイントして何か一緒にできませんかっていうご提案いただいたんであのじゃあわかりましたじゃあ一回その検証動画ちょっとやりますんで検証動画でちょっと伏線を張って本当にまずじゃそれが勝てるのかっていうところがまあブックメーカーでいうのは大事なところなんで僕が検証していきますとでそれで僕が情報発信して興味持ってもらってその後じゃあ僕が紹介しますよみたいな感じで話してたわけですよ でその過程の中であのなんか話があのドリアカの方にも入れてもらえますみたいな3万円ぐらいとか2万円とかそんぐらいであるなら行けますかみたいな行けますよみたいな。で入れてもらっただけなんで、うん、僕はまあその情報発信を早くしてほしいなというところですねはい。 今日そのブログを作ってこういうふうにやってみましたとか YouTube 作ってみてあの例えばブックメーカーブックメーカー投資っていう YouTube チャンネルもう作っちゃってもいいだろうし自分がもうブックメーカーのみで行くっていうことだったら自分はもうブックメーカーしかやらないってことだったらブックメーカーのブックメーカー情報局みたいなブックメーカー情報局局長あの W みたいなの分かんないですけどなんかそういう YouTube チャンネルとか何か作ってそこでブックメーカーに関する情報を流してブックメーカーに興味ある人イコールイコール何でも売れるわけですよ何でもでもはないですけど売りやすすくないですかブックメーカーに興味ある人っていうのはどの属性なのかっていうとお金を稼ぎたいっていう属性じゃないですか。 だからブックメーカーっていうフックで集客して別に他の商品も売れるっちゃ売れるわけですよ。だこれがアフィリエイトですね。例えばブックメーカーのまあ動画とか作ってそこでラインアットに誘導してラインアットでアフィリエイトで他の商品とかえなんかアフィリエイトしていくとかもしくは無料メルマガに誘導してメルマガでえ他の商品こんなえまあブックメーカーはお金が必要で。 ねえ軍資金がないとお金を増やせないけどこのアフリエートとかこういうやつは軍資金がなくても増やせるよっていうっていうことでアフリエートもできるじゃないですかそそっっちちはリリススククゼゼロロなんんででですすよそっちリスクゼロでお金増やせるんですねだから僕は僕としてはもちろんこの件に関しては鷲津先生にもちょっと聞いてみますけどなんかあの僕としては情報発信の報告もちょっといただきたいなとは思いますね。ブックメーカーカのの塾でではないので <laughs> うんうん、そこをちょっとですねなんかブックメーカーでいくんだったらブックメーカーの情報発信の専門チャンネルみたいなの作った方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、少なくとも僕も,いろ僕もいろんな動画アップしてますけどブックメーカーに関してはあの検証動画だけですけど、まあ、再生数ちょっと少ないですけどだいぶちょっと 増えてきましした全体ボリュームとしては、うんだからまあずっと僕はやり続けていきますしその後僕は商品持ってない僕は商品持ってない僕は塾運営してないだけど僕のメディア媒体の中でブックメーカーの情報を発信することによって、えー、そのアフリエイトですね結論アフリエイトすることができるってことわけじゃないですか。商品持っっててなないい僕ブックメーカーカやってないだけど ブックメーカーカの商品売れるなぜですかブックメーカーの情報をジョイントして発信してると。っていうことなんですよね。だこれほどすごいビジネスって僕ないと思うんですよ。まあ、これは今ジョイントでやってますけど別にジョイントじゃなくてアフリエイトっていう方法もあるわけですから。例えばうん じゃあこのアップルウォッチがめっちゃいいよっていう情報を流すじゃないですかこのアップルウォッチめっちゃよかったっていう情報を流すじゃないですかじゃあそれに興味ある人が来るじゃないですかじゃあそれでアップルウォッチをいいんだっつってそこのアフリエイトリンクからアップルウォッチを買ったらそっからアップルウォッチ買ったらチャリンって来るんですよアップルウォッチもアフリエイトなんかアマゾンアフリエイトとか、まあ、楽天とか多分あると思いますんでこれ物販アフリエイトですねこのアップルウォッチめっちゃよかったアップルウォッチのレビュー。アップルウォッチすげえわいっていう情報を発信します でえー、アップルウォッチ買う場合は、まあ、アップルストアでも買えるけど地方の方はアップルストアなかったりすると思うんで下のリンクから買ってくださいみたいなか買いますみたいにしてそこからリンクから買えばアップルウォッチを製造しなくてもお金もらえるんですよ。これ神じゃないですか僕はこっちの方がすごいと思うんですけどねアップルウォッチを作らなくてもアップルウォッチを売ってお金もらえるんですよ。 これはしかもその情報発信すするの無料じゃないですかこっちの方がすごいと思うんですけどねなんかそのブックメーカーで勝った負けたっていうのを自分の中でこう葛藤するよりかはそれをメディアコンテンツとして情報発信した方が面白いし発展性があるかなと今は自分の管理画面で勝った負けたで右往左往するまあやってるわけじゃないですか。 ではなくてそれ,それをその,そのネタをそれをネタとして情報を発信して面白おかしくなんか今日負けちったみたいななんかそれやった方が面白いと思いますしそっちリスクないしなんかみんな,なんかこなんかまあ他の塾生もそうなんですけどこうじゃないとダメみたいなあるんですよ。こここまででいいいかななとダメみたいなこれは3年で 1>, 1億3,800万稼いだあの久保さんっていう自己アフリエートを教えてまあ,あのなんだ、えー、ドリアカの講義の中で速化熟式,、えーえー、式自己アフリエートっていうのはありますけど久保さんは自己アフリエートでっていうのがあるんですね自分で申し込んで誰でも報酬が発生するっていうあれ,あれを教えただけなんですよ。多分いろんんな講義でで言ってると思うんですけど なんか自己アフリエイトあこれを教えるなるほどそれいいなみたいなわかります知らない人いてるんで世の中には、うん、それで80万ぐらい稼いでましたよ久保さんが最初情報ビジネスを始めた時はそれが最初ですね自己アフリエイトっていうやり方を教えるのに2万円ぐらいのセミナーやってで40名ぐらい来て80万ですかねうん 僕はこっちのビジネスの方が間違いなく儲かると思いますけどね、うん、なんか他にも僕ブックメーカー昔からその今年の多分2月かなお問い合わせいただいてそのブ今回そのブックメーカーのノウハウ入れましたけど「吉田さんテニスだったんですね」みたいな僕サッカーずっとやってたんで「てなんかサッカーのないですか?」みたいなの来たんですけど <laughs> まあその方もドリアカ生で、まあ、ブックメーカーやっててだったんですけど。 なんかね情報発信すればいいんじゃないかなっていうか情報発信するための塾なんで、うんまあ、もちろんそのブックメーカーの講義っていうのは入れましたのでそれに対しての Q&A アンサーっていうのは鷲、まあ、あ津さんの方にも聞いて、まあ、できるだけ追加はしてきますけど僕の見解としては僕からのアドバイスとしてはなんかそ,のそこじゃないかなっていう。 そこのネタを情報発信すすればいいいいんじゃないかなかかと思いますけどう、ね、うでしょうか、はいまあ、何度も言いますけど本当はブックメーカーの塾じゃないんでそこだけはちょっとあのちゃんと理解しておいてほしいかなと思いますもちろんそのブックメーカーやる講義もあるからブックメーカーやる OK なんですけどそこは踏み台でしかないんで踏み台でしか踏み台ではないですブックメーカーで100万稼ごうとかねブックメーカーで何十万稼ごうっていうものではないですから あくまでも踏み台です。情報発信する上での踏み台です。何でもいいんですよ。情報発信。でもこれ何でもいいって言うと何でもいいって言うとみんなできないから、僕はあそこに置いてるだけです。別に情報発信。何でもいいですよ。本当に。何でもいいですね。でも何でもいいって言うと吉田さん何でもいいって言われても何やればいいんですか？って言われるんで、僕はあれを置いてるだけです。何でもいいです。 例えば釣りブログで100万稼いでる人もいますからね釣りブログで100万釣りブログですよ釣りブログで100万稼げるんでどうすか釣りブログで100万稼げるんですよ釣りブログでじゃあブログで情報発信釣りの情報発信するわけですよブログででアクセス集めてそこでアフリエイトしてるだけなんですけどあとメル,、まあ、メルマガとかやったりとかねそういうのしてますけどうん だそういう世界があるので、まあ、まだ体験してないとは思いますけど、まあそういうのまあ、ブログで情報発信するのか YouTube で情報発信するのか、まあ、集客してメルマガで情報発信するのか LINE アットで情報発信するのかっていう情報コンテンツを扱って情報発信して集客するなりその情報を売るなりっていうもしくは情報を流してアクセスを集めて広告収入得るのかとかそれをぜひやっていただきたいなと思います。 でこっちはもう情報コンテンツを売れるようになればなんだあらり100%ですからほぼほぼ100%しかもノーリスクノーリスクほぼノーリスクということでまあここのえーえー、なんだその負けに対しての、うん、まあこれ3900円はもしかしたら買えるかもしれないですけど僕があのこれ鷲室さんに聞いてみて あのどれぐらいの目安として資金やればいいですかみたいなちょっとこういうこういう意見もらったんですけど何か回答ありますみたいなちょっと聞いてみます、ねはいであとはまあ時間に関してはま,あまだ何 ?1234567899 ま,まだ多分ね 10回ぐらいの取引なんで、時間はかかると思いますよ、最初は。最初はもう時間はかかると思いますんで、でも慣れですから、例えば、えー、これもコピーライティングとかもそうなんですけど、慣れれば、じゃあ、セールスレターを1時間で書けますよ、僕、やろうと思えば。まあ、どれぐらいの長い、長い量にもよりますけど、1、2時間でできますよ。じゃあ、一般初心者がセールスレター2時間とか1時間で書いてくださいと、絶対できないですよ。 これは鷲津さんもそうですけどある程度もう試合もいろいろ見てバーッてやってきてあポイントを押さえてあこうだなっていうことで簡略化できてるわけですよ。これはもう慣れなんで最初はしょうがないと思います。うんうん、で最初はちょっとその見るポイントとかどこ見ればいいんだろうとかわかんないと思うんですけど徐々にその時間っていうのは間違いなく簡略化できます。はい うん、最初は時間何事もかかりますから、うん、ここはまあちょっと乗り越えないといけない、ねはいいとけでまあそのうちポイントは分かってくると思うんで、うん、その探す時間とかね探す試合とかその見るべきところとか分かってくると思うんでそうするともうちょっと時間は短縮できるかなといところでございます。例えば10試合 しか取引してない人とあのいやもう何千試合見てやベットしてる人じゃこれ絶対操作方法でも明らかですよね。Windows 10を10回しか起動したことがない人と Windows 10を1000回以上いじくり回してる人これ絶対操作方法に時間で出るじゃないですか。 iPhone X を初めて使った人と iPhone X を3ヶ月使ってる人じゃ操作方法に多分ちょっと違いは出ると思いますしもうちょっとまあ頑張っていまあ様子を見て頑張っていきましょうでブックメーカーやるっていうんったらもうブックメーカーの僕は情報発信を今からしてほしいなと思いますはいということでこれは毎日結果報告いただけるのかな、はい、僕も毎日あの動画撮りますので ではお疲れ様でした。